坂上孝一は日本のテコンドー選手、指導者。熊本県宇都市出身。両親の勧めで5歳から市内にあるテコンドー道場に通う。試合に勝つと褒められる上にゲームソフトを買ってもらえたため練習に励んだという。熊本県立熊本農業高等学校。在学中の2011年7月に開催された JOC ジュニアオリンピックカップ第4回全日本。 ジュニアテコンドー選手権大会では、高校生男子ミドル級長で優勝し、平成23年度オリンピック有望選手に選ばれた。2012年1月、熊日スポーツ大賞奨励賞を受賞。卒業直前の同年2月には、第5回全日本テコンドー選手権大会、男子マイナス 74kg で優勝。熊本学園大学経済学部経済学科に、 進学し、同年9月の第6回全日本学生テコンドー選手権大会では男子マイナス 74kg 優勝。2013年2月の第6回全日本テコンドー選手権大会では階級を下げて男子マイナス 68kg で挑戦するも準優勝に終わった。2013年9月の第7回全日本学生テコンドー選手権大会では再び 階級を戻して男子マイナス74キログラムで優勝。この成績から2014年2月に熊本市スポーツ奨励賞を受賞した。2016年3月に大学を卒業。近年では同大学のテコンドー部コーチを務めているほか、児童への指導なども行っている。2019年4月21日に結婚したことを自身のインスタグラムで発表。 2020年3月19日に第一子となる女児を設けた。ありがとうございます。